前回マリエ先生から整形を受ける権利をかけたオーディションが行われた。合格したのは後期店長イブ、そしてライトが減量の条件付きで合格となった。後期店長の手術当日。はい、整形当日になりました。後期さんです。お願いします。この前お店で内容とかちょっとお話ししたんですけれども、はい、最終確認させていただきますね、はい、でおメモと前もつでやろうかみたいなお話だったんですけど、はい、やっぱり切開が良くなったってお聞きしたんですけど。そうですね、ちょっとなんか、はい、たるみとか気になるのと、なんか迷子だと、まあ、数年して取れることが多いって聞いたので、はいはい、もうやるんだったらもう全切開がいいなと思って。わかりました。でちょっとやっぱり1ヶ月ぐらい全切開だと腫れちゃうんですよね。迷子だと1週間もしたら全然良くなったと思うんですけど、はい、その辺大丈夫ですか？ダウンタイム。わかりました。あとはお顔ですね、はい、比較そんなたるんでらっしゃらないんですけど、少しまあ口の横のもたつきを上からフェイスリフトでグッと引き上げさせていただいて、おでこのシワをボトックス、あと顎をちょっとヒアルロン酸でこう持ち上げて E ラインきれいにしていきます。あと目の下のゴルゴラインですね、ちょっとくぼんでらっしゃるので、ここにもヒアルロン酸を入れてちょっと持ち上げて立体感のあるきれいなお顔にさせていただこうかなと思います。あとエラボトックスですね。じゃあ、あと袋をちょっと取らさせていただいて、ちょっと6ヶ月から1年ぐらい赤くなってからだんだん色戻ってきますので、はい、ご了承ください、はい、あとやっぱりほくろって再発もしたりするので、もしかすると1回じゃ取りきれなくて、はい、ちょっともう1回とかなるかもしれないです。カウンセリング後手術が始まった。はい、ではほくろ取っていきます。よく抜いていきます。なんで先生のエテリフトはそんなに引き上がるんですか？ですね、入れる層と進入角度を気をつけながら一番引き上がる層に糸を入れてるからです。ヒアルロン酸を顎に入れていきます。後期店長の手術が終わった。手術から1ヶ月後、冬月表彰会で表彰される後期の姿があった。ダウンタイムも終わり、男前になったのが見てわかる。もう一人合格を勝ち取ったイブだが、オーディション後ある問題があったという。代表がイブを呼び出す。前行ったのに遅刻したもん。マジです。整形決まっててさ、普通に筋体直せっつってさ、遅刻するのありえないじゃん。言って言われたこともできないなんてありえないからさ、何が良くないってさ、別にお前は整形したら売れる可能性上がるわけじゃん、はい、別に俺はいいんだよ。でもさ、それで選ばなかったやつがさ、納得いくわけないじゃん。だから今回はなしです。はい、はい、マリエ先生にも俺からもう謝っておく。マジで二度とそういうのしない。締めの子にも怒られたんですけど。そりゃそうだよ、締めの子が一番可愛いですよ。ですが、チャンスをあげましょう。まあ、俺からっていうよりもは、俺がキャンセルの連絡をしたんだよ。そしたら、かわいそうだから何かチャンスあげてあげてくださいって大先生が言ってました。人や。俺は全然キャンセルでいいですよって言った。でも簡単にやっぱそれを許しちゃうのは俺は違うと思うから、そこまでできたらするよっていうのを決める。お前がリーダーに昇格したら整形しましょう、ね、俺は無料って言い方は好きじゃない。俺だったら、まあ、主にマリエ先生からの、まあ、先行投資だよね。やるからには売れてくださいっていう。それで売れたらやっぱり全員の株が上がるわけじゃない。恩返しになるわけじゃない。恩をね、穴で返さないようにリーダーになってますよ。マリエ大先生すいませんでした。反省してるのかな。本当にします。金体も直せる。リーダーになっても金体悪かったら俺また考えるから。はい、それイブの整形が保留となったことで、落選した2名にチャンスがやってきた。代表がジェイとカオルを呼び出す。
お疲れ様です。おはようございます。お二人に大チャンスが来ました。わーい。いやいやいや、マジっすか。待ってたよ。バラエティー系の二人が。明日、まあ見てたと思うんですけど、はい、イブが遅刻をかましまくって、はい、僕が剥奪したんで、政権の権利を。しゃー、ありがとうございます。政権企画、飽きましたわ。ライブで。来ました。俺参政権おめでとうございます。俺じゃないんかい。理由がちゃんとあって、はい、だからそのキャンセル枠出たから先生にもう一人選ぶとしたら誰にしますかって聞いたら、はい、カオルくんがいい。なるほど。心をつかんだ。それはそれ以上に理由はないですよね。それだけですか。 J のことは触れてなかった。うん、二重でバット。うちバラエティじゃないんですけど。俺とマリエ先生からの先行投資だから花輪に見てほしいし、チャンスをものに見せてほしいから、はい、結果出してください。今順調だと思うんですよ。お願いします。そしてこっちシフト4月18日、イグドラシゲモンスターで出場決定したので、もう皆さん、僕のこと知るんで、イグドラシゲモンスターで一緒に戦いましょう。よいしょ。絶対来てくれよな。この頃では設計終わってる。あ、終わってますか。かっこよくない。まあ、J はまたな。わかりました。チャンスはこれだけじゃないから。そうですね。しっかり励んでれば俺またお願いするかもしれないし。じゃあ、いらんだ。頑張ってください。ありがとうございます。カオルの整形当日。はい、はい、ちょっと今日やるのおさらいしますね、はい、まずまあそこまでたるみないんですけど、はい、ぐーっとここ引っ張って持ち上げていきまして、はい、でその際にちょっとここの苔の部分はヒアルロン酸入れて、はい、この苔の部分を矯正していきます、はい、でその次に、唇ですね。唇もちょっと口角上がるようにこんな感じで、はい、キュッとあのヒアルロン酸入れてやっていきます、はい、で E ライン切り整えに顎もちょっとヒアルロン酸入れていきます。ね、で最後お花なんですけど、はい、小鼻をちょっとちっちゃくしようっていう話あったんですけど、はい、小鼻だけこうちっちゃくしちゃうと、はい、お花の丸さが逆に目立っちゃうので、はい、あのここを通した方が、はい、あのお花綺麗に見えると思うので、はい、ヒアルロン酸でちょっとお花筋通して、はい、少しこう鼻を綺麗に見せるようにしていこうかなと思います、はい、よろしくお願いします。はい、マーキングしていきますね、はい。長くするんじゃなくてちょっとだけ前に出してイライン整えていきます。ほうれい線のところも少しヒアルロン酸入れていきますね。最後、鼻筋も少し長く細く高くなるように少し入れていきますね。はい、よろしくお願いいたします。じゃあ眠くなら薬注射していきますね、はい、入っていきます。ちょっと点滴のとこピリピリするんですけど、お薬のせいなのでご安心ください。眠くなってきましたか。まだわかりますか。カオルさん、わかりますか。カオルさん、カオルさん、ん、カオルさん、ん、カオルさん、カオルに勝ちたいです。頑張りましょうね。カオルの手術が終わった。お疲れ様でした。ちょっと鏡見てみてください。どうですか。めちゃくちゃ変わってる。嬉しい。ちょっと口開けにくいと思うんですけど、そうですね、ちょっと E ラインも綺麗に整ってるし、お花も綺麗ですよね。そうですね、フェイスラインが何より一番すごい綺麗、うん、すごい良かったです。お疲れ様でした。ありがとうございます。ゆっくりお休みください。はい、はい、ありがとうございます。本当に整形後、カオルはさらに売り上げが上がったという。そして官房差に昇格することができた。この勢いでランキング入りが期待される。ジャンヌ・ダルクがナンバーワンになるための先行投資として行った整形オーディションだったが、早くもプラスの結果になっていることが分かった。後期店長とカオルの今後に注目だ。はい、皆さん、ジャンヌストーリー見ていただいてありがとうございます。うちはね、未経験でもめちゃくちゃ売れる教育を僕がしてるんで、ぜひ従業員募集してます。